はい、ということで今回は茨城県の稲敷市阿波というところにある大杉神社さんに来ております。今ね、非常に大きな大黒様、大黒天様がいらっしゃいました。そして見てください、遠くからでもね、わかると思うんですが、非常に立派な鳥居が 見られます。はい、では階段を上がっていきましょう。いや、ここはね、私ね、この日は土曜日だったです。はい、土曜日のね、これ午後の3時過ぎぐらいだったかな。だからまあ人はね、若干少なくなってきてる時だったんですが、本当に非常にね、多い参拝客の方で、撮影にね、正直結構苦労しましたね。私の動画見ていただいている方ご存知だと思うんですが、極力ね、人を映さないようにしているので本当に苦労しました。ということで、このね、大杉神社さん、喋るの忘れちゃいけないんで言っときますが、今でもすごく豪華絢爛でございますが、なんと江戸時代はもっともっともっと豪華絢爛だったそうでございます。はい、で、私、神職の方を見つけると時々ね、質問をね、投げかけるんですが、この時はね、女性の神職の方、捕まえることができまして、聞いてみると、時間をかけて今のここまで持ってきましたとおっしゃってました。ということで、今ここ映ってる麒麟門、これはね、平成22年に280年ぶりですから、今292年ぐらいなのかな、ぶりに、再建されたという大変豪華な門でございます。はい、でね、ここはね、言うまでもなく江戸時代神仏集合でしたのでね、お隣に、お寺さん今でもあります。で、今はね、色が落ちてるんですけど、よーく見るとね、立派な彫り物があります。後でその、お寺さんもね、少しだけですが写しますんで、ぜひ見てください。ということで、最初はこの大杉神社さんの、ド派手なね、そういった、大杉神社さんを見ていただいて、その後、実はこの大杉神社さんは他にもね、いっぱい、立派な神社がありますんで、そこをね、見ていただければと思います。はい、これ見てくださいね。いやー、すごいんですよ。ただ絵がね、どうもね、ちょっとね、あちら風みたいな感じなのが、ちょっと個人的には私は思うんですが、とはいえとんでもなく立派な神社でございます。で、このね、大杉神社さん、またの名を一般的にはね、阿波さんというふうに呼ばれているようです。この阿波さんじゃない、阿波様かな。はい、ということで、これね、立派でしょ。これおそらく拝殿だと思います。ご本殿は後ろにあるんだと思うんですが、度重なる火災、もう何度も何度も火災でね、燃えてしまってるんですが、本当にね、長い時間をかけてここまで、再建されたということです。で、おそらくこの後ろにあると思われるご本殿は、300年ぐらい前のもんじゃないかと思います。これホームページから見るとね。はい、ということで、両脇に、龍さんがいらっしゃって、ここにね、拙者、末者がございます。で、ほぼ真正面、ちょっと今文字が見えますけど、大国神社さんがございます。で、今回は大杉神社さんとこの大国神社さん、両方ね、参拝時間を設けております。で、横のね、はい、見てわかる通り、横のね、この拙者さんと末者さんも非常にね、立派です。はい、で、あと見ていていただきたいのが、真正面に鳥居が見えますよね。あそこにね、ご神木がございます。で、ご神木っていうのは大杉神社さんにとってすっごく大切なもので、まあ、全ての神社で大切なんですけど、大杉神社の大杉というのが、ご神木にね、関係した名前です。というのが、阿波様って言われてた、杉は太郎杉と言われましてね、一番大きかったご神木です。はい、これが先ほど言ったお寺でございます。あのね、彫り物がね、色が落ちてるんで分かりにくいんですけど、すごく立派な彫り物があるんですよ。本当に立派です。はい、分かりますよね、映像からでも。はい、これが今、大国神社さんのところからまっすぐ行って、杉がありましたけど、その左手に見えます。ぜひぜひね、ここもね、見ていただければと思います。で、杉の話をしてたのに、もう時間が来てですね、杉の話ができなくなっちゃうんで、忘れないうちに言うと、阿波様というのは太郎杉という、もう300年近く前にね、消失してしまった、杉のことだそうです。で、この杉に、偉いお坊様が、三輪明神ですね。はい。奈良県の大神神社の神様、大物主の神だと思うんですが、それを
降臨させたんだと思います。ちょっとね、ホームページ見ると書いてあることが若干ちょっとね、ちょっとよくわかんないなっていうことだったんで、ちょっと私の解釈を入れてますが、大物主の神を降臨されたと思います。はい、ということで、またその話はあと、時間がないかもしれませんけど、はい、ということでね、こちらにはね、他にもね、お稲荷様もいらっしゃいますが、読み方違うかもしれないんですけどね、あの勝馬神社っていうのもありましてね、これね、掛け事とか勝負運の神社がございます。この稲荷神社さんは真正面、その左側にございます。なので競馬関係者とか、掛け事が好きな方がかなり来ている神社です。で、見ていただいて分かる通り、また今お稲荷さんの話戻ってるんですけど、お稲荷様もね、すごく綺麗なんですね。さすがだなと思ってね、もうね、私ちょっと本当ね、驚きと感動の連続で、この大杉神社さんを、参拝、そして撮影をして回りました。はい、これが今お稲荷さんですよ。このお稲荷さんのすぐ左ですね、こちらに、勝馬神社さんがあります。で、絵馬もね、見ていただいたら分かるんですけどね、あの面白いです。答えは言いません。後で絵馬ちらっと映るんで見てください。はい、これね、ほらね、大体あの鳥に書いてあるのがね、勝つって書いてありますからね、うん、本当勝負に勝ちそうですよね。で、今この右手に映ってるのはお稲荷さんですね、先ほどから、映っております。で、これね、時間がないんでね、喋れなかったらいけないんで言うんですけど、このこれ勝馬神社さんです。この後に言いますね、ちょっと今言いたいなと思ったこと。はい、映ってないな、名前が。でも見てわかる通りね、こういう風になってます。はい、で、ちゃんと映すかな。はい、映してました。はい、このね、馬を引いてるのがお猿さんというね、これもなかなかね、面白いなと思いました。で、わかりますか、エマ、はい、勝馬神社、さっき撮影できませんでしたので、ね、今回ちゃんと撮影しました。はい、ということでね、アンバ様とここに書いてありますが、ちょっとね、なぜここにあるのかは私は分かりません。ということでね、今ちょうど文字を出したので言いますと、大杉神社にはね、ご眷属、眷属、まあ神様に仕える動物として天狗が2体います。はい、これが絵馬ですね。はい、こんな風になってます。面白いでしょう。面白いんですね。ということでね、ちょっと私も驚いたんですけど、天狗を動物というのかと思ってね、ちょっとそこは驚いたんですが、2体の天狗様がいらっしゃいます。関東はね、どうも天狗がね、かなり多いですね、関東の神社はね。で、ここは愛追神社ということで、小授けでございます。はい、あれ、ね、映してるはずだったんだけどね、ちょっと待ってくださいね。イザナギの御事とね、イザナミの御事、ここでは狼とおっしゃってますけれども、ここに立派なね、立派な神様がいらっしゃいます。はい、とてもとても本当に私は、はい、羨ましい限りでございますが、はい、愛追神社でございます。はい、ということですね。で、ちょっとね、映像とずれて恐縮でございます。これがね、立派なんですよ、本当に。で、これだけ、はい、来ております。ぜひぜひ、今から結婚しようって方も、今のご夫婦の方もね、ぜひ大杉神社さん来ていただいて、愛追神社さんに来ていただければと思います。で、これね、はい、こちらにはね、面白いものがありまして、悪縁切りというものがあります。良い縁に結ばれる前には、とにかく悪縁と切らないと、切れないといけませんからね。見ての通りすごいんですよ。これね、瓦毛って一般的に言いますね。で、本当はね、桃にはぶつけないでねって書いてあるんですけど、どう考えても桃にね、いっぱい当たってるんですね。はい、まあしょうがないと思います、これはね。はい、こちらね、先ほどと違うところです。はい、これは厄除けの瓦毛とあります。まあ悪縁切りとさっきありましたけどね、まあ同じようなもんだと思いますけど、こちらにもね、見ての通りでございます。はい、で、喋り忘れてはいけないので申します。いや、もう時間来ましたね。そろそろ参拝時間でございます。参拝時間の後にちょっと、ご祭神に関して喋りたいと思います。どうぞ参拝してください。
はい、どうでしょうか。参拝していただけたでしょうか。この後ね、また数分後に、今度はね、大国神社さん。今ここね、これが大国神社さんなんですけど、大国神社にはね、大国主の御子と、こちらで大名口っておっしゃってるかと思いますけどね。あとは、恵比寿様いらっしゃるんでね、後でまたこちらも、大切な大切な神社なので、参拝したいと思います。ということで、大杉神社さんのご祭神は、先ほどね、途中で言いましたけど、大物主の狼です。ただ、こちらの大杉神社さんでは、別の名前で呼んでおりまして、これがね、すごく読みにくいんですが、大和大物主、くし御方玉の御事というふうにおっしゃってます。はい。後でね、お名前出します、テロップで。大和大物主、くし御方玉の御事というふうに呼んでおります。で、こちらはね、与柱神社。大変立派な神様いますね。カムナオヒとオオナオヒといってね、マガゴト、とにかくあってはならないことを正すっていう、そんな神様、珍しい神様もいらっしゃいます。で、ここね、白山神社さんありますね。白山姫狼、おそらくこれはね、イザナギ、イザナミの御事の、なんて言うんだろう、ちょっとね、喧嘩した時に、それを、仲裁したというくくり姫のことですね。はい。磯瀬神社さん、一瞬ね、いつ瀬の御事かなと思ってたんですが、神武天皇のお兄様かなと思ってましたが、天照大御神様を祀っておりました。ということで、大国神社さんです。ここは言うまでもなく、大国主の御事と琴城主の御事、すなわち大黒様と恵比寿様を祀っているところでございます。ぜひね、ここも参拝していただければと思います。これです、お種銭。はい、これ私購入いたしました。はいはい、ということでね、私財布に入れております。では参拝時間になりましたので、どうぞこちらも参拝してください。はい、ということでどうでしょうか。参拝できたでしょうか。先ほども少しだけ言ったんですけど、ここのね、大杉神社さんの名前の由来になっているのは、安波様と呼ばれた太郎杉です。しかしもうね、300年前に、消失してます。で、次郎杉っていうのは100メートルぐらい離れたところにありまして、境内にあるのはこの三郎杉、樹高がね、28メートルです。で、こちらがね、眷属である、2体のね、天狗様でございます。左の方が花高天狗で願い天狗といって、右側がカラス天狗で金井天狗です。ということでね、こちら大杉神社さんは日本で唯一の夢結び大明神、ありとあらゆる願いが叶う神社だと言われています。で、この映像はね、ちょっとこの説明で足りないんで時間稼ぎです。とはいえ、この見ての通りの豪華さなんですね。ということで、あそこにありました
願い天狗と叶い天狗はね、公式参拝したら見ることができると思います。そういうね、面がね社殿の中にあるようです。ということで皆様、何か願い事があるのであれば、大杉神社さん、大国神社さん、そして、このねカラス天狗の、願い天狗と叶い天狗に、お参りしていただいたらどうでしょうか。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。